ゆきすけインサドラブはい、どうも、姉の少年です。今回やっていきますゲームはですね、生き急げインスタントラバーっていうフリーゲームなんですけど、これどうやら結構斬新なゲームでして、どうやら1分間で彼女を作らないといけないゲームなんだって。で、1分間で彼女を作らなかったら死んじゃうんだって。そんなゲームあるんだね。やっていきましょう、ニューゲーム。オープニングがすんげえ大音量なんだよな。主人公の名前を入力してください。かける。いや、そんなかっこいい名前。つけるわけねえだろ。決まりました。彼の名前は今日からチンコ太郎です。頑張って、チンコ太郎。1分間で彼女を作って、ん?ごく一部に若干のホラー的要素が含まれます。ホラー演出を見ないように設定しますか?いや、見るだろ。ホラー演出は見るだろ。ん?目覚めるのです。なんだ、誰だ?目覚めるのです。チンコ太郎。俺の名前。なんだこの女神様みたいな人は。誰?私は女神じゃねえか。女神なんかい。この世界を飛べる美しくて偉い神様です。自分で言うんだ。はあ。チンコ太郎。突然ですが、あなたに世界を救ってほしいのです。え?そんな大それたことをチンコ太郎がやるのか?これから。世界を?なんで僕が?え、彼女作る話じゃないの?このゲームって。あなたは選ばれし者なのです。あなたでなくては世界は救えない。ほう。選ばれし者?まあ、テンション上がるよな、急に言われたら。わかりました。僕にできることなら何でも言ってください、女神様。さすがは選ばれし者。そう言ってくれると思っていました。この女神様すげえ綺麗だよな。この人落とすことできんかな。それで僕は具体的に何をすれば。1分以内に彼女を救ってください。関係あんのかな、世界救うことと。え ?1 分以内に彼女ができなければ、爆発して死にます。しかも殺し方がえげつない。では頼みましたよ。それだけ言われんの。え具体的なあれは。もう始まってんの。ちょっと右上にカウントダウンあんだけど。夢か。これ読んでる気もあるか。はは、変な夢だったな。彼女ができなければ爆発するなんて。ん?いやでも、これ冗談だよな。何これ。おいおい、冗談じゃないぞ。本当に彼女ができなければ僕は。これ冗談だよ、さすがに。ん?チンコ太郎。女神がドアから入ってきた?これマジなんですか?マジで僕、死んじゃうやつなんですか?マジで死にます。くそったれ!まあまあ落ち着いて、あなたにいいものをあげましょう。もう30秒しかないんだけど。お!1分に戻った。カウントが元に戻った。ん?これは命の砂時計。これを使えばカウントをリセットできます。そんなのできんだ。おわ、それさえあれば死ぬことはないですね。残念ながらこれは消耗品ですので、時間を戻すには別のものを探す必要があります。どういうこと?命の砂時計は街の至るところに隠しておきました。死にたくなければ必死こいて探してください。え?師匠、僕が何したって言うんだ?そう言うつつもまた30秒になっつつ。これはすべてもの、有効に活用してください。何?命の砂時計、ありがとう!これでまたね。命の砂時計、とりあえずセーブした方がいいよな。セーブして、窓を突き破る。女神と、いや、ちょっと女神と話そう。こんなところで油を打っていていいのですか?私と一緒にいたい気持ちはわかりますが。この人じゃいい、この人でいいよな。この人でいいよな。もう8秒しかないし。僕と付き合ってください!ほう?恐れ多くもこの私に。なんだ、やったか俺。第一印象から決めてました。お願いします。カウントゼロになったけど、大丈夫かな?時間切れ?告白したじゃん。なんだよ、これ。告白して、お断りします。身の程は、振られちゃうんだね。はい。なるほど。ちょっと待って、家から出た方がいいよな。とりあえず家から出て、とりあえず学校に行こう。学校の辞書を片っ端から当たれば可能性は。言うてもう30秒。もう時間結構気にしちゃうよな。急がないと時間がないぞ。チンコ太郎、こいつだ、こいつでいい。おはよう、今朝早かったね。今日も一緒に学校行こう。こいつに決めた。こいつの名前は、なじみ、幼馴染なんだな。家が隣で幼稚園からの幼馴染だ。そうだよ、馴染がいたじゃないか。毎日、それぞれ家まで起こしに来るし、絶対僕のこと好きだろ。さて、どうしよう。これ、告白です。告白しかありません。僕と付き合ってください。めちゃくちゃなのは分かってる。でも僕を救えるのは馴染しかいないんだ。いいよ。やっと!そこの後、チンコ太郎からそう言ってくれるの私、ずっと待ってた。馴染み!じゃあ、はい、これ。こういう時ね、なんで常に持ってるみたいな感じになってんの?なにこれ?何って、婚姻届だよ。なんで持ってんの?いつあなたに迫られてもいいように、花見はなさと持っていたの。すごいな、この女。
でも僕らまだ高校生だよ。結婚なんて気が早いよ。大丈夫大丈夫。とりあえずこの紙に名前と印鑑もらうだけだから、それを結婚って言うんだよ。え、まあそれだけならいいけど。いやいや出すだろ、お前役所に出すだろ。こうして僕は一命を取り留めた。なんか取り返しのつかないことをしちゃった気がするけど、背に腹は変えられないよね。生きてるってチェック。だって命と引き換えにもう逃げられない。大丈夫、この子ヤンデレとかメンヘラとかの類だったりしないか。大丈夫かな。とりあえず家から出たらあの子じゃ会えるじゃん。会って時間がないじゃん。チンコ太郎で馴染みだよね。これ馴染みだよね。はいはいはい。でセーブしよう。銃だけどセーブして、どっかにあったりするか。いやもうないよね。あ、今使えるから今使って、あたりを見渡す。ある？あったぞ。命の砂時計。あ、オッケー。こうやってゲットしていくんだな。オッケーオッケー。馴染みに告白はいいよな。あたりを見渡す。学校へ急ぐ。学校へ急ぐ。学校へ急ごう。ごめん、馴染み。僕急いでるから。え、待ってよ、チンコだろ。さすがに馴染みは巻き込まない。呼び止める彼女を尻目に僕は学校へ急いだ。まあ、馴染みじゃなくても、他の女の子とかも出てきたりすんのかな。急げ、時間がないぞ。お、あ、こいつでいいじゃん。ほう、チンコだろ、一緒に学校へ。男ありでしょ。こいつは、春だけん。中学からの付き合いのいわゆる悪友だ。いいやつなんだけど、話長いんだよな、こいつ。さて、どうしよう。とりあえず、あたり見渡して砂時計あったらいいな。ダメだ、ここには何もない。オッケーオッケー、ないのね。殴り飛ばせい！邪魔だー！どけい！あー！許せけん。言うて、あ、やばい、ちょっと待って。あー、なんだこいつ、一番いらねえこいつ。僕と付き合ってください。お、え、何急に怖っ。え、父かかる？やったわ。ねえ、これ、むずいわ。女神と話しててさ、命乞いするとどうなんのこれ。うおー、お願いします、助けてください。無様ですね。そのように泣きわめいたところで何も変わりませんよ。だって生まれてこの方、彼女なんて生きたこともないし、一分に何かでのなんて無理ですよ。ああ、チンコだろ、あなたのような恥も外場もどうしようも何に初めて見ます。しかし、の、お、え、女神ポイント1？何女神ポイントって。あ、でも、命の砂時計、あ、使えるよね。よかった。なんとかなったっぽいぞ。とりあえず、家から出て、窓を突き破るって選択肢もやってないよな。突き破ってみる？時間越しショートカットだ。かっこいい、斬新なショートカット。急げ、時間がないぞ。あ、なるほど。春だけにいきなり会えるんだ、こいつ。殴り飛ばして、あの、フリー素材みたいな女の子いたじゃん。うん。もう、この子でいいわ。え、何急に怖っ。あ、待って！くそ、やっぱりダメか。ダメなのかい？チンコ太郎くん。え？何？あ、女って言っちゃった。どうしたの？随分なだれてるようだったけど。この人は、豊島京子先生、僕のクラスの担任だ。美人だけどちょっと怖いんだよ。あー、でもこういう先生好きです。この子にしようかな。はい、はい、告白！僕と付き合ってください！教師をからかってた。いやー、からかってません。僕は小木です。前から先生のことが好きだったんで、付き合ってくれたか知りませんよ。まあ、落ち着きなさい、チンコ太郎くん。悩みがあるなら後で聞くから。やばい奴は止まれて帰れないんですよ。これ以上しても無駄みたいだ。あ、2秒しかない。先生、僕いつされてる。あー、ダメだ、もうダメだ。やばい奴は止まれてか何にせよ、これ以上しても無駄みたい。先生、急いでるんで失礼します。チンコ太郎くん。僕は他のターゲット、他のターゲットにしよう。まだ30秒ある。ダメだ。ことごとくの女子から変な目で見られてしまった。おしまいだ、僕と付き合ってくれる女子なんていらず。あ、ミチロハ。ミチル。あ、ミチル。ギャル。ウィース。彼女は確か、黒瀬ミチル、スクールカースト上位に位置する陽キャの幼虫の陽キャ、陽キャでもいい。そういえば、モテな男たちの間で、クザさ男に接続がないビッチだ。ビッチ！来た！もうビッチでもいいよな。だとしたら、なたみ声は僕の、やらせてください。あたり見渡そう、さすがに。あったよ、命の砂時計あるね、命の砂、とりあえず、ここにいる間は、なんとかなるから、ここで、考えよう。まず命の砂時計を使って、告白だよな。ミチルに告白するしかない。黒瀬さん。あんた誰？僕は隣のクラスのチンコ太郎。ちょっと黒瀬さんにお願いしたいことがあるんだ。名前のツッコミは今からです。やぶからぼうね、何をお願いって。僕と付き合ってください！これしかない！おっぱい揉ませてください！吸わせてください！は、急に何言ってんのよあんた。あれ、思ってた反応と違うな。お願いだよ、人助けだと思って。黒瀬さんの男の人で二人と付き合うぐらい朝飯前でしょ。ひどいよこれ。女の子に言っていいことじゃない。失礼すぎでしょ。勘違いしないでほしいんだけど、私そんな安い女じゃないから。噂と違う、聞いてた話と違う。お前やらせてくれんじゃないのかよ。また言える女じゃねえのかよ。待ってよ、ちょっとだけだから、一回だけでいいから。体目当てじゃないか、それ。やっぱそれ目的かよ、死ね。やばい、もう14秒しかない。言っちゃった、聞いてた話と違うぞ。黒瀬みちるは来るもの思わずクソビッチじゃなかったのか。考えてる今ね、次当たるしかない、もう。
くそ、こいつもこいつもゴミを見るような目で僕を見やがって、僕は悪くないんだ、ボタイと言われつか。やばい、女神様の苦戦してるようですね、チンコ太郎。あー、ここまで来たのに。これ、春田健さん、いつも殴り飛ばしてたけど、適当にあしらうとどうなの？悪い健、ちょっと今急いでて。なあなあ、聞いてくれよ。昨日やったゲームが激アツでさ、ドラゴン釣られたのが、今お前の話を聞いてる暇はない。いや、ちょ、待ちね。まあまあ、落ち着けて、そのゲーム、フリームってサイトで無料、うるせえ、ぶん殴る。殴んのかい。結局殴んのかい。初めて人を殴った。すごい、初めてとは思えない、なんか素晴らしさだったぞ。とにかく手当たりしたい。うん。ここね、同じ、ここ読んだから、大丈夫、大丈夫。はい。あたり見渡して、あるよね。いや、なんもない。でも使えるから、適当にご、あー、ちょっと待って。4、3、2、1で完全にやってからにしよう。OK。でも、セーブでもいいな。ここセーブして、命の砂時計を使う。で、適当にごまかすでいいか。あ、先生おはようございます。なんでもないですよ。今日も綺麗ですね。な、何を急におでた、おだてたりして怪しいわね。やだな、本心ですよ。仕事もできて、よし、鍛錬なんて先生と結婚できる人は幸せなんだろうな。なんなら僕より、こうしちゃうかな、なんつって。あ、いけるんじゃない？我ながら意味不明なことを口走ってしまったと思う。はは、結婚ね。先生、なんでもないわ。ふざけないで早く教室でき、あー、でも、先生は落とせないか。あ、はい。もう、1分で落とせないよな。ことごとくの、あ、次ギャルだよな。はい。ミチル、ミチル来た。ミチル来た、来た、来た、来た。ミチルダメだな。ちょっとあたり見渡して、時計探して、先に。よし、命の砂時計。で、待てよ。他当たろう。これは他当たった方がいい。僕にだって DT としてのプライド、今 DT のプライド、DT のプライドいらない。クソ、どいつもこいつもゴミを見るような目で僕を見やがって。僕悪くないんだ。あー、ちょっと、女神さんの話なんか苦戦してるチンコ太郎。女神、おやおや、感情に身を任せてはいけませんので、一生彼女じゃないといけませんよ。貴様、お、来た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 。ここ一旦セーブしよう。待てよ。犬になる、女神に告白するって、ろくなのねえな。犬になる。でもありだな。犬になっちゃうか。でも、あたり見渡してからでもいいよな。あー、なんもないか。犬になろうじゃ。くーくー。おや？旧女神様、命だけは助けてほしいわ。復讐します、女神様。プライドを捨てて畜生になり下がりましたか。人間としての尊厳はないので、人間なんてやめたる。俺は今日から、女神さんの犬だ。奴隷だ。死ぬより真下ワン、お願いします、ご主人様。犬の池本当に人間としての人権をなくした人間ってこういう感じなんだな。ダメです、ちゃんと彼女を作ってください。しかし今の滑稽さは見事でした。女神ポイントって何なんだ。あ、どうも。図書館に来てみたはいいものの、さすがにこの時間に人はいないか。あ、馴染みでいいんだな。馴染みはでもさ、もうすぐ落とせそうだもんな。僕にもいろいろ事情があるんだよ。閉鎖の地上って女の子に合格すること。え、しかも手当たり次第に。あれってどういうつもりなのかな。まずセーブしよう。セーブして命の砂時計。使ってから辺り見渡した方がいいよな。おい、使って辺り見渡して、あったぞ、命の砂時計を拾って、これで、いや、馴染みに、馴染み、え、な、骨格、いや、馴染みは絶対 OK してくれるから、事情を話して去ろう。実はカクカクしかじか、そう、信じられないけど本当なんだね。うん、だから早く彼女を作らなくちゃいけないんだ。ごめんな、馴染み、お前に困ってる暇ないんだ。なんで？え？なんで私じゃないの？あ、そっちになっちゃう。いい？私だったら喜んでチンコ太郎の彼女になるのに、どうして私を避けて他の女に告白するの？ごめん、なんか。どうしてね、どうして？うえー、なんか病んでる様子になってる。命の危険を感じ、僕はたまらず逃げ出した。よしよしよし。はは、馴染みのやつ一体何のつもりなんだ？馴染みと付き合えば問題は解決できるかもしれないが、それ以上に危険であると僕の第六感が叫んでいた。あ、先生先生、チンコ太郎が何をしたらもうホームルームが始まる時間？オッケー、先生、もうこの人しかいないか。待て待て、セーブしよう。とりあえずセーブしよう。時計があるから、とりあえず時計を使って、ここの時計を使って、あたり見渡して時計探そう。あればいい。あったぞ、いいよし、命の砂時計。先生、京子、いや、京子に告白しよう。僕と付き合ってください。チンコ太郎くん、あんまりふざけてるようだと生徒指導室に連れてこえよ。なんで？先生は僕のこと嫌いなんですか？言えっても教師を落ちくる生徒は嫌い。手厳しい。いや、ダメか。やっぱこの先生無理だな。これ以上落としとしても無駄だ。他当たろう。もう、先生ダメか。僕の気候が生活指導の先生に知られたようで、学校中の先生が僕の世界で見たみたい。指名手配じゃねえか、学校中で。まるで指名手配犯のようじゃないか。とりあえず人目を避けてここに来たけど、これからどうしようか。ん？あー、ギャルか。でさ、何それ、ウケる。あ、黒瀬さん。もうあんたどれ？僕は隣のクラスのチンコたらこんなところで何をして、あ、そっか。ミチルと話したいんだもんね。別にあんたには関係なくない？いやいや、ちょっとセーブして。頼む。待って。
あたり見渡して時計あるか確認。あってくれあってくれ。あー、なんもないか。使うしかない。とりあえず男、ミチルに告白して、いや、ダメだ。今男らしさアピールして、ちょっと、好感度上げよう。無策で突っ込んでも無駄だ。黒瀬さんに男らしさをアピールしてみよう。黒瀬さん、何？お前そんな体してんの？やば。どう僕の体。キモ。いや、マジでキモいよ。てか、マッチョネタで喜ぶの小学生までだから、ダメ出しされてしまった。マジかよ。もう時間ないぞ。先生たちの見回りが強化されてる。見つかれば一発アウト。とりあえず体育倉庫に逃げ込んだはいいけど、ここからどうしたものか。チンコ太郎、またおめえかよ。おめえなんだよ。あ、こんなとこにいたんだ。先生たちがチンコ太郎を探してたよ。で、もう覚悟は決まった。私の彼氏になる。ちょっと待って。もう時間がねえ、時間がねえ。受け入れよう、受け入れろう。そう言ってくれてありがとう、馴染み。僕と付き合ってください。嬉しい。やっとチンコ太郎と一つになる。まあ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 。僕も嬉しいよ、本当に。チンコ太郎、これからもずっとずっと死ぬまで一緒にいようね。うん。こうして僕は一命を取り留めた。ちょっと包丁が刺さってるのに。刺さってんの？それ刺さってんだ。おっちょこちょいな馴染みらしいや。まあ、何はともあれ生きてるって最高。馴染みでいいんだけどね。あ、死ぬまで話さない。12秒で踊り狂ったらどうなんの？パオ！ん？あ、でも、タイムは消えたぞ。あ、よいちょ、あいちょ、あいちょ、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 どういうこと？踊り狂うって何？どうしたの、チンコ太郎？頭がおかしくなっちゃったの。もともとおかしいから、こいつ。決して気が触れたのではない。神社の家系である我が家に代々伝わるこの舞踊は、神に祈りを捧げることで対象者の邪気を洗うことができる。どういうこと？言われても意味わかんないんだけど。今の馴染みは普通ではない。よくわからないけど、多分悪霊的なのが馴染みに何かしらをしておかしくなったんだと思う。そうなの？あ、よいさ、おいさ、あ、よいしょ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 。お前、アホすぎるだろ、なんか。ガガガ、あ、本当に悪霊に脅かされてたの、お前。聞いてる、聞いてる。明らかに聞くとは思えない踊りだったけど。馴染み！チンコ太郎、私一体？もう大丈夫。馴染みについていた悪霊を払ったから、これで変な思い込みもなくなったはずだよ。よくわからないけど、あなたに迷惑かけちゃったみたいだね。ごめんなさい。うん、いいんだ。じゃあ僕急ぐから、また。え、でもタイムがなくなってる。チンコ太郎が好きだってことは本当の気持ちなんだけど。なじみ、お前、なじみ。あ、言うてもでも1分だね。校舎に戻ってきたけど意外と警備が緩いな。あ、チンコ太郎くん。あ、京子先生、先生、先生、学校中の教師があなたを探してるのよ。女子生徒に手当たり次第声をかけて告白してるって本当なの？もう時間がないんです、先生。改めて地面にすると僕のやってることは聞こすぎるな。でも時間がない。もう、あたり見渡してとりあえず時計を探せ。よし、これでなんとかなる。とりあえずセーブして、もう告白しかないんだよな。付き合ってくれよ、頼むから。先生、チンコ太郎くん、あなたのことは信じたかったけど、今の言動を見るに噂は事実に。なんでだよ。先生、違うんです。僕は本当に先生のことが。ついてきなさい。生徒室応室に連行するわ。もう時間がないのに。うわぁ！あ、これゲームも分かる。もう事情話した方がいいよな。先生、実はカクカクシカチカで、彼女ができないと死ぬ。とんでもない話ね。嘘みたいだけど本当なんです。だから先生、行きなさい。え？私は誰も見なかった。そういうことにしておいてあげる。いや、そうじゃない。付き合えって言ってんだ。ありがとうございます。いや、そんな、そんなもう20秒で、もう、残るは屋上しかない。頼む、誰か行ってくれよ。あー、ミチルか、またあんたか。黒瀬さん、またサボってるのダメだよ、授業にやってなくちゃ。あんた言うな。あたり見渡して、時計あってくれ。あー、ないかー、もう使うわ。ここは使うしかない。セーブして、使って、いやー、もう告白して受け入れてくれるか。頼む。ミチル！なんでだよ。なんで？いや、普通そうでしょ。あんたとあじ、あんた。話したのは今日初めてだし。もっと段階とか踏むべきじゃん。そんなんで付き合うとかただのビッチじゃん。もう噂と違うんだよ、ミチル。違うのか。そうだよね、ごめん。そんなに落ち込まないでよ。とりあえず友達になら LINE 交換。LINE 交換なんてしてる暇ねえんだよ！めっちゃ行こう。クロスさんごめん！ちょ、どこ行くの？僕はたまらず屋上に飛び出していた。もう、僕らこの屋上だけだ。頼む、誰かいてくれ！女神！チンコだと、とうとうここまで来ましたか。女神様、なぜここに？彼女はできました。できてねえよ。それはあなたが一番よく知ってるんじゃないですか。ふん、ちょっと意地悪な質問でしたね。なぜなんですって、女神様。なぜ僕をこんな目に合わすんですか。ん？少し時を止めましょうか。これでゆっくり話される。最初からやって、じゃあ。
それやれるなら最初からやって。やっとなんか神っぽいことしたな。して、先ほどの質問の答えですが、チンコ太郎、すべてはあなたのためなのですよ。俺のため?何を言っている、どういうことですか。未来を予知できる私が断言しますが、あなたはこのままでは一生話ができません。うるさいよ、余計なお世話だよ、やめてくれよ。嘘だ。このままではあなたの血が途絶えてしまう。だから仕方なく葉っぱをかけたんですよ。それが本当だとしても、あなたには関係ない話じゃないですか。いやいや、だって困るじゃないですか。私を、祀ってる神社の跡取りがいなくなったら。あ、そうなの?神社の神主みたいになんの?え?うちで祀ってる神様って女神様だったんですか?ん?おさな馴染みを払う時も助けてあげたでしょう。おかげでカウントができませんでしたよ。あ、あれって塩だったんだ。でも、そういうことなら、なぜ僕が死ぬようなリスクを?ここまでやっても彼女ができない。雑魚遺伝子なら別に途絶えてもいいかな。ひどすぎる!ひどいよ!てめえ!ま、ここまで来てしまったということは、もう望みはありませんがね。え?そんな。さあ、チンコ太郎、最後の時です。何か言い残すことはありませんか?嘘だろ。とりあえずセーブするだろ。まあ、プレイヤーの皆様一言。何を言ってくるんだろうな。何を言うの?え、いいんですか?そんなめたいこと言って、ゲームの世界観が壊れちゃいますよ。チンコ太郎、そもそもこのゲームが世界観を語ること自体おこがましいとは思いませんか?それは確かに。ここまで遊んでくれた皆さん、このゲームは楽しんでもらえたかな?まさにフリーゲームといった感じの自由すぎるゲームでしたが、楽しんでもらえたら嬉しいです。エンディングはこれ含んで、全、合計7種、みんなコンプリートできてくる。まだ2種しか、やってないのに、女神様のとこまでたどり着いてしまったんだけど。頑張れば私も攻略できますよ。せいぜい頑張って、あ、できんの?おっと、俺が主人公のゲーム、ドラゴントラスターもよかったら遊んでくれよ。やるか、やらねえ。じゃあ最後に一丁やっときますか。おいおい、足だけは引っ張ってくれるなよ。抜かせ。私は避難しますね。それじゃあせーの。あ、ダメだろ。なんか終わった感出してるけど、俺まだやりますよ、このゲーム。泣くとどうなんの。ピッピエーン泣き方独特。おや、くすん、死にたくないよ。そう無様に泣かれてしまっては、女神としては救いの手を差し伸べたくなりますが、女神ポイントが足りません。出直してください。なるほどね。この女神ポイント貯めたら、付き合えるようになるのか?ちくしょー!マジかよ。今じゃ告白してもダメかな?僕と付き合ってください!そういうことだったのですね。ん?どういうこと?あなたは彼女が作れなかったのではなく作らなかった。なぜなら、私が美しすぎるから。は?ですがダメですよ、チンコ太郎。女神はみんなの女神様なのです。よってあなたの彼女になることはありえません。ありえないんだ。ということは、つまり、爆殺。クソったれさっきからこの映像何度も見えるな。ミチリン告白ダメだったじゃん。金で解決って できねえかな。金で解決?いくらだ?は?いくら払えば俺のないんだ。すごい、光るみたいな、どっかの光るみたいなこと言ってる。落ちるとこまで落ちたな。この手の名は雪中を平つくすれば落ちるってエッチな漫画に書いてあった。僕は詳しいんだ。そうだ、その通り。やべ、70円しか残ってる。何やってる。金欠にも程があるだろ。ジュース買ってんじゃねえや。どうすか。いくら詰まりよりは無理だよ。死ねえ、終身名誉童貞が。不名誉すぎる。どっちにしてもそっか。あ、女神様のとこも来るのね。ちょっと待って、じゃあさ、あれだな。どっかで道を踏み間違えたな。てかさ、馴染み拒絶してなかったな。馴染み拒絶するとどうなのか見てみっか。いい加減にしてくれ。僕は馴染みと付き合う気なんてない。どうして、どうしてそんなこと言うの。チンコ太郎のこと一番よく知ってるのは私だよ。私だけがチンコ太郎を幸せにしてあげられるんで。あ、ごめんごめんごめん。嘘嘘。うっそ、うっそぴょん。それが怖いんだってば。はっきり言って今の馴染み異常だよ。踊り狂った方が良かったか、これ。わかっちゃった?ん?わかっちゃった?馴染み?そっか。全部あなたのせいだったんだ。あなたがチンコ太郎にひどいこと言わせてたんだね。どういうこと?何を言ってるんだ?僕は僕だぞ。ん?うん、違うの。チンコ太郎に言ってるんじゃなくて、あなたに言ってるんだよ。あ、俺ですか?こんにちは。ごめん。見つけた。すごい見つけたって書いてる。あ、でもエンド3回収できた。気をそらして、先生。
ちょっと先生元気なさそうだなと思って様子が気になってきちゃいました。え？僕でよければ話聞きますよ。お！そんなに顔に出てたかしら。私もまだまだね。お！お、いいんじゃない？実は昨日、5年付き合った彼に振られたの。他に好きな人ができたからって。あ！昨日振られたんだ。じゃあ、今彼氏いない。俺しかいねえじゃん、そんなの。でも仕方ないと思ってるわ。仕事ばかりで愛想のないアラサー女なんて捨てられて突然。そんなことない、そんなことない。思ったより重い話だった。親にも紹介してて期待させてたのに、なんて説明すればいいのか。俺がいるじゃない、俺がいるじゃない。待てよ、これはチャンスじゃないか。ひどいのしたら僕は先生の彼氏なら絶対そんなことしないのに。え、失礼ですけど、見る目のない元カレさんですが、僕は先生が本当に優しくて頑張り屋なの知ってますから。やべ、15秒しかない。チンコ太郎くん、なんなら僕をご両親に紹介してくれてもいいですよ。結婚前提にお付き合いしてる彼氏として。そうだそうだ、バカ言わないの教師と生徒なんてありえないわ。ありえる、ありえる。あー、でもありがとう、少し元気が出たわ。じゃあホームルームまでに教室に戻るようにね。あー、ってことはあったと思ったんだけどな。なんでだよ、先生の話が長すぎる。え、何？ドキドキしてしまうではないですか。なんだなんだ、なんかさ、むせび、女神の選択肢でむせび泣いたらさ、女神がキュンキュンしだしたんですけど。え、私ダメなんです。ブーサムで哀れな人間を見るとつい救いの手を差し伸べたくなってしまう。ブーサムで哀れな人間、俺のことかな。神の発言とは思えない。チンコだろ、これからも私を崇拝し尽くすことを誓いますか。え、いや、それは、そしたら命だけは助けてあげますよ。起きたのか。生涯忠誠を誓います。それでこそ私のチンコ太郎です。えらいえらい。え、なんか意外といけたな。こうして僕は一命を取り留めた。え、いけたのか。元といえばこいつのせいなのに、なんでこうなってしまったんだ。まあ釈然としないけど、まずは生き延びたことを喜ぼう。生きてるって最高。え、あ、暇を持て余した神の遊び。あ、なんかいけたわ。はい、ということでね、先生の彼氏別れたっていう話を聞いたり、まあいろいろ先生のルートしか通らないでここに来たんだけど、ここで最後と出会えるのが先生なんだよね。ここで先生とは最後だから、ここで告白すると OK されるんじゃないかっていうことで、僕と付き合ってください。は、私は真面目に聞いてるのよ。ダメか、僕だって真面目です。本気で先生とお付き合いしたいんです。あ、でも変わったっぽい。俺の思いが通じたか。さっきの話を聞いてチャンスだと思ったんです。僕でも先生の隣に立てるかもって。先生好きです。豊島のあれ教えてください。大人の遊び教えてください。なんでそこまで私のことを。だって僕は生徒思いで一生懸命な先生のことが大好きだよ。チンコ太郎くん、起きた。全く困ったおしようごね。あー、いい女。後でつまらない女だって気づいても遅いんだから。あー、いい、好き好き。そうはなりませんよ、僕は絶対先生を悲しませたりなんかしませんから。頼もしいわね、これからよろしく、チンコ太郎くん。今になってちょっとチンコ太郎が嫌になってきたな、ちょっと。こうして僕は一面を取り留めた。ああ、でも先生と付き合えるんだ。動機は不純だったけど、僕は今最高に幸せだ。先生と歩むこれからのハッピーライフを考えるだけでワクワクが止まらないよ。生きてるって最高。その最高って言い方やめて、ちょっとやめてそれ。あ、でもエンド4行きました。年上系彼女っていいよね。作詞の感想。じゃあ次はギャルでも落としていこうかな。ミチルに告白しまくって、押して強行突破作戦でいく。黒瀬さん、何を。僕と付き合ってください。あ、またそれいくら頼まれても無理なんですけど。さっきは驚かしちゃってごめん。でも僕のこの気持ちは本物なんだ。一目惚れです。調子いいこと言って、本当はやりたいだけでしょ。うん、そうだけど、それを押し殺して今付き合ってほしい。失礼な、僕はそんな不誠実な男に見えるの。あんたがさっきそう言ったんだよ。待てる女って言っちゃったもんな。かわいそうだし、一回相手してあげなよ、ミチル。は？無理だから。だってそういうことしたことないし。え？とにかく僕はそんな生半可な気持ちで告白してない。命かけてるんだ。違う意味でな。ガチのな。ガチの命かけてるんだから。はは？黒瀬さん、いや、ミチル、僕の彼女になってくれ。やめろ。二対面で呼び捨てすな。おー、情熱的だね。どうすんのさ、ミチル。ち調子のねえクソ童貞。ああ、やべ、3秒しかねえ。僕のクソ童貞って言いやがった。許せねえ。おっと、感情的になってる場合じゃない。他の場所に移動しよう。ダメだ、読んでると絶対間に合わねえんだけど。はい、ということでね、ミチルに2回告白した状態でここまで来たんですよ、屋上までね。いや、3度目の正直って言うじゃない。僕と付き合ってください。これでいけねえかな。あ、こいつまた、もういいからそういうノリ。僕は本気だ。じゃなきゃ3回も告白しないよ。絶対に君に見合う男になるから。だからミチル、僕の彼女になってくれ。やば、呼び、いけんのかい。わかった、ちっちゃ声。え？なんて？
せな、わかったって言ったの。え、ゴリ押しでいけるんだ。金髪ギャルってゴリ押しでいけるんだ。勉強になるわ。そんなまっすぐに気持ちぶつけられたの初めてだよ。あんたが本気だってことだってか、命かかってるからな。そりゃ本気だわ。だから私もその気持ちに応えてみてもいいかなって。おい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 、もうちょっとガード固めの方がいいんじゃないか。メジャーキモ呼び方キモだー。もううるさいってば。心のブレーキ壊れてんのか。まあでも可愛い。あ、俺ほら、たかや浮気とかしたから承知しないかんね。あ、好きかも。え、ギャルっていいんだな。でか声。こうして僕は一命を取り留めた。ああ、でもただのビッチだと思ってたけど、普通にただのビッチだと思うな。これからはミチェルと一緒に僕たちのハッピーヒストリーを綴っていこう。生きてるって、セイコーセイコー。あー、エンド5行きましたね。ヘイ、純情系ギャル、一丁待ち。ってことでね、多分なんだかんだ、エンディング7つのうちの6つは回収できてると思うんだよね。だからあと1個、おそらく多分女神に告白して女神の付き合うっていうルートが残ってると思うんで、頑張ってそれ回収していこうかな。てかさ、女神コイン絶対俺全部回収したと思うんだよね。でエンディング数を改めて数えてみたところ、このさ、タケルが出てくる謎のエンディングあるじゃん。この最後のさこいつが最後宣伝してくるってエンディング、おそらくこれが最後のエンディングなんじゃないかなって。エンディング7とか書いてないんだけど、一応あれだもんね、クレジットが出てるからってことで多分これでエンディング7個全部回収したと思うんですけど、ってことでね、一時すぐインスタントラバーでした。でも皆さん勘違いしないでください。皆さんは1分間で絶対に彼女を作れません。彼だからできたことはないです。彼と僕だからできたことなんです。僕はできるけど皆様にはできないので、あのこれ見て、あの1分間で彼女作ろうと思う人はバカです。バカで絶対やらないで、絶対やらないけど 1% の可能性にかけてやってもいいかもね。